そしてアートといえば、昨日このコーナーでもご紹介いただきました、ギネス世界記録に挑んだ埼玉県行田市の巨大田んぼアート。さあ一体どうなったんでしょうか。昨日雨の中、公式認定の厳しいチェックを見事クリアして、世界最大のアート作品として認定されました。行田市では世界記録を記念して、今日から展望タワーの入場料を半額にするそうです。田んぼアートは10月中旬